モリーニョが日本代表監督になった場合成功すると思いますかああ、でもあれじゃないですか。あの本当に代表監督でもできるサッカーをしてますよね、モリーニョの場合は。あの守備だから。守備とセットプレーで、守備を相手に合わせて一番相手の長所を潰すみたいなことを徹底してやるチームだから。逆にだから、長いシーズンを戦うヨーロッパの そういう勝ち続けなきゃいけないクラブとかからすると、勝ってるとか、時はいいけど、勝てなくなった時に、はこれずっとやんのかい、みたいな。結構高圧的なマネジメントだし。で、結局、ワールドカップのグループリーグ3試合を勝ち抜けばいいですよ。ってなったときに、まあ、今回みたいにスペイン、ドイツとか、人の質で、まあ、ドイツには負けてるし、スペインも、まあ、うん、負けてるっていうふうに捉えた方がいいと思うの、ね、まあ、全然いけるところもあると思うんだけど。 った時にそこにね、まあ一応ジャイアントキリングを起こすんだったらも、あのモーリーニュみたいな戦い方ってすごいいいと思いますし、モーリーニュが求める戦い方を徹底するような国,国だから、言ったらね、ちゃんと。で、モーリーニュ呼んでくるぐらいだったら日本サッカー協会言うこと聞くでしょ。ってなると、モーリーニュ言うこと聞かないとバンバン外すでしょ。うん、し、ひょっとしたら一番いいかもしれないですね、モーリーニュはね。来ないと思うけど、今後なんかいろいろあって、モーリーニュが最後の でこうヨーロッパはもういいかなってなった後に来るところとしては、うん、めっちゃいいかもね。その時にね、あの、モリニョのサッカーって前線の質に頼るサッカーですから、そう前線、まあ、ウィングが超アップダウンして、そう、守備に頑張って攻撃の時に違い作って、トップの選手は数的振りでも決めるみたいな。スパーズとかすごい合ってたんですよ。あの、だから、ソン・フミンとかケインが怪我してる時にドーンと落ちたでしょ。 日本ってそういうストライカーがモーリーニョが監督になった時にいるかとか、ウィングはね、今、三笘とか伊藤とかや、久保もそういうのできると思うけど、そう、本場師匠そういうウィング生かすサッカーはできるから、ウィングに頑張らせるみたいな。そう、モーリーニョと、うん、点取れるストライカーがいたら、いいかもしれないですね。うんそう Thank you